皆さんこんにちは、おやじです。今日は2022年3月25日です。時間の方がね、1時50分ですね。今日はね、風が強いです。明日はね、明日は結構大荒れの天気らしいです。で、暴風雨中ですか、なんかね、まあまとまった、結構短時間にまとまった雨が降るような予報ですね。まだまだね、エンカルだとかの影響でね、道路がね、白いとこがね、まだまだあるんですね。なのでね、この時期の雨というのは嫌いじゃないですね。道路をきれいにしているので、道路とか、あの空気中のホコリですよね、そんなものをね、全部洗い流してくれるっちゅうんですかね。なのでね、時期的には雨大事です。この時期の雨っちゅうのは大事です。桜もね、ちらほら咲いてるところもありますね。早いところの桜っちゅうんかな、なんかソメイヨシノじゃない桜は結構ね、満開近いような感じがします。はい、そんな山口県防府市から今日もざっくばらんにラジオ代わりに聞いていただければよろしいかなと思います。で、今日はね、気になるニュースを一つ取り上げて、そのことについてね、いろいろ話したいと思います。でね、昨日ですね、これが何県のどの辺で起こったかっていうのはちょっとね、わかりません。あの、後ほどね、説明欄に、概要欄か、説明欄にリンクとニュースの内容をね、貼っ付けて おきますのでね、そちらの方もご覧いただければよろしいかなと思います。でね、そのニュースの内容はですね、2トンか 3トンぐらいのトラックなんかな、それがですね、自分の横を走っていたバイクに幅寄せをして、でバイクを転倒させて、その後ろから来たダンプカーに引かせて死亡させてしまうというようなね、事故が発生しております。事故というか、もうこれ故意にやったんだったら事件ですよね。でね、そのどういう意図でやったのか分かりませんけれどもね、まあ、ニュースというのはとかくね、こういう事件がありましたみたいな感じで終わっているんで、はい、なので詳細はね、その意図というかね、そういう状態は分かりませんけれども、で、その幅寄せをしたトラックはそのままに逃げたっちゅうんですかね、放置して行ってしまったと。で、これがね、えらいことになったんでしょうね。まあ、要するにもう死亡事故なので、そのあるとあらゆる原因をね、探していかんにゃいかん。なぜダンプが引いてしまったのか、なぜ2輪が転倒してしまったのか、この2輪と接触した車はいないのか、でその車が捜索、実地検証をしていると、まあ、目撃者だとか、いや前の、 あのトラックに接触して二輪車が転倒したようだ、でそのトラックはどうやら幅寄せをしたようだ、で接触して転倒させたようだ、で後ろから来たダンプに引かれて死亡したようだみたいな感じでね、もうあるとあらゆるこの徹底的にね、調べますからね、死亡事故っていうのは、おそらくこうだろうじゃなしに、もう徹底してね、やれますので、通行止めにしてね、もうあるとあらゆるその現場のね、遺留品だとかね、なんかの証拠品をね、かき集めて、で車もね、もうすぐにね、探します。死亡事故とかはね、もう重大事故なんでね、もう
まあそんなこんなでね、60代のね、運転手が逮捕されてますけれども、はい。まあヤフーのニュースに載っていたんで、ヤフーのそのコメントか、コメントにはね、いろいろ書いてありましたけれどもね、そのトラックを容認するような感じもあるし、バイクを容認するような感じでもあるんですけれどもね。で、ここでね、そのトラックと、幅寄せしたトラックとその二輪の間で、その事故に至るまで何かがあったのかなという気もするんですけれどもね。ただ単にね、横をビューンと通過するぐらいだったらね、まあそんなことにはなんなかったのかなという気もしますけれども。まあちょっと小競り合いみたいななんかね、あったのかもわかりませんね。抜きつ抜かれつ何かね、その前から何かがあったのかもわかりませんけれどもね。で、私も、まあトラックの運転手、毎日ね、国道で高速道路を使いますけれどもね、もう二輪車のすり抜けというのはね、本当恐ろしいです。昨日もね、ありましたけれどもね、まあ横乗りしているんですが、今ね、で私が助手席で運転しているのは新人さんですけれどもね、まあ、新人さんといえども、まあね、運転歴長い方なんでね、で、まあ国道を走ってて、信号が青になった途端に、まあ後ろの方からビューンと、ほんとね、原付バイクか、まあ 80cc クラス、あるいは125cc、 まあ桃色ナンバーですよね、そのクラスの単車が脇をね、ビューンといった、まあ、大変びっくりしてましたね。おいおい、冗談じゃねえ、もうやめてくれよそんな運転は、と言ってましたけどね。まあまさにそうなんですよね。でね、向こうはね、もうすり抜けるときにもう自信満々で、もうぶつからんわと思って、自信満々でそのスピードでね、ビューンって行くんだろうけれども、そのね、行かれた方の人間、そのね、脇をね、すり抜けて行かれた方の車だとかね、トラック、これね、大変びっくりします。本当にね、肝が冷えますよ。あ、びっくりした、あと。なのでね、本当ね、事故とそんなんはね、紙一重なんですよね。本当1秒ないし、コンマ何秒でね、事故になっただとか、事故にならなかったとか、そういったレベルなんでね。もし万が一ですよ、発進するときに、ごくわずか、左の方に何気なしにふーんと寄ったときに、その二輪車が左をすり抜けて行くときに、その空間がね、狭くなるわけじゃないですか。左のトラックはね、左の方にふわーって寄ってくるんだから。そういった場合もね、あるんですよ。もうね、寸分たがわずまっすぐ行くということもないんですよね。もしかしたら目の前にゴミがね、あるかもしれない。何かね、ナイロン袋とか、なんかね、今頃、なんていうか、ペットボトルのポイ捨てだとかもあるわけですよ、道路に。で、何かね、猫が引かれているだとか、鳥が引かれているだとかね、なんか死骸がね、目の前にあったりだとか、そういうのもね、ちょっと避けようと思って左にハンドルを切ってしまう、右の方にハンドルを切ってしまうと、万が一にもね、そういうタイミングでその脇とかをね、ビューって行かれたらね、もう接触しますよ、バーンと。なのでね、そういったこともね、二輪車の人はね、考えてほしい。そういったこともね、あるかもしれないと。
で今確かね、二輪車のすり抜け行為はね、禁止されていると思うんですよ。で、どこかの県では、その取締り、集中取締りだとかね、たまにね、やってますわ。まあこれ都会の方なんでしょうけれどもね、この辺の山口県、もしくは広島県でも、ちょっと田舎の方の方は、まあ、そんな取り締まるとかしないのかもしれませんけれどもね、ぜひともね、原付二輪車、自動二輪、あるいは自転車もそうなんですけれどもね、そういったね、狭い空間を来ないでほしい。はい、ほんとね、辛抱して後ろについててほしいですね。で、抜くんであれば2車線だとかね、広いところ、あるいは広い道路ですよね。狭い国道なんかでね、片側1車線のところなんかでね、まあ、信号待ちをしていると、わざわざ左の方からね、わざわざ前の方に行く人がね、まあ、結構います。私もね、400cc まで乗れる免許持ってます。で、昔はね、400cc 乗ってましたわ。なので私もね、そういったことをね、だったらお前が単車に乗ってる時にしなかったのかと言われればやってたと思います。私もやってたと思います。ですがね、またまた時代は変わるわけじゃないですか。なのでね、今の時代ほんとね、危ないです。ぜひともね、その車と車の間をすり抜けるだとか、そういったね、行為はね、やめてほしい。本当に危ないんでね。で、そんなね、すり抜けをして接触しただとかはね、転倒しただとかあるわけですよ。で、そんな時にね、まあ、おそらく車の方が悪いと言われると思うんですわ。まあ、二輪車の過失もあると思うんですよ。1割とか2割とかね、3割とか、もうほとんどの場合はね、大きい方がね、悪くなる。ちょっとこの辺はね、日本の法律の理不尽なところなんですけれどもね、本当ね、二輪車の方は気をつけてほしい。そんなんでね、自分が怪我をした、死んでしまった、なんちゅうことないですよ。だったらそんなすり抜けたとかね、そんなことをしなければいい。自動車などは原付や二輪車を追い抜く場合には、50センチとか1メーターとかなんかね、1メーターまではないから、50センチとかなんかそれ以上の間隔を空けて追い抜いてくださいみたいな、教習所で習ったじゃないですかね。確か習ったと思うんですけれども、だったら逆にですよ、その二輪車だとかが横ね、信号待ちだとか横すり抜けたり、まあ走行中もそうですよね。それは50センチだとかね、それ以上の間隔を空けて抜いているかといったら絶対ないですからね、こいつら。まあこいつらと言います、私はね。そんなことないですからね、ほんとギリギリ数センチのね、間隔で抜きに来てると思うんですよ。まあこれが多分ね、いわゆる違反行為にね、当たるから、その取り締まりの対象になってると思うんですけれどもね、そういったことをね、二輪車乗る人はね、もうちょっと学習せよと、交通ルール、交通法規、学習せよと思いますね。はい。まあこのことに対してね、なんか反発じゃない、何かね、ご意見ある方はどんどんコメントをいただければいいかなと思います。特に二輪車乗ってる人。はい。まあ我々がね、邪魔だからどけ、道路を走るなっちゅうんだなしにね、お互い様なんだから、危ない行為はやめましょうということなんですよね。そういうことをね、私は言っております。はい。決してね、
二輪車を、二輪車だとかね、乗ってる人たちをね、けなしたり、上から目線だとかね、そういったことではなしに、お互い様なんだから、で、道路というのはね、みんなのもんなんですよね。それをお互いが気持ちよく、気持ちよく使えるようにしていったら、世の中の交通事故というのはね、減ると思います。なくせると思うんですよね。はい。全くゼロにはならないと思いますけれども。減せます。確実に減せます。なのでね、みんながね、思いやりがある運転をしていったらいいんじゃないのかなと思います。はい。それでは本日の動画は以上になります。もう春休みになったんかな?もうね、ますます、マイカーだとかね、新メンマーク。昨日もね、新メンマーク見ましたけれども。ほんと、安全運転で、行ってほしいなと思っております。我々も、新メンマークには、優しい運転をしてあげたいなと思っております。それでは、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。この後もご安全に、いってらっしゃい。バイバイ。